リミちゃん、はい、今日は6月9日でございます。はい、今日はリミちゃん9歳最後の日ですね。もう今7時ぐらいだから夜の、もうあと8、9、10、11、12、もうあと5時間、6時間経つと、もう日付が変わって、5時間、そうだね、10歳です。はい。ね。もう10歳だよ、とうとう2桁になるね。ね。ね。やだ。やだ？9歳のままがいい？5歳がいい。5歳がいいの？え、5歳って、いくつだ？やっぱ3歳がいい。3歳！幼稚園生？桃組？未就園児クラスじゃん。年少の下じゃん、3歳って言ったら。そのクラスが良かったの？本当？リミは本当に下に戻りたがるよね。しーちゃんはどっちかというとさ、早く制服着たい、中学行きたい、高校生になりたいとか言うけど、リミは逆に戻りたいっていうよね。幼稚園に戻りたいみたいな、赤ちゃんに戻りたいみたいな、ね、あ、ちょっと白ころが。はい、ということで、はい、どうでしたか、9歳は。どんな年でしたか。いい年だよ。え、いい年だった。9歳いい年だった。本当、よかったね。10歳になるの。やだ、やなんだ。2桁になりたくない。そうなの、やっぱそれが一番大きいんですね。ママとパパと同じ。2桁ね、本当だよ。2桁は長いよ。でもこれからずっと2桁だよ、しばらく。99歳まで2桁だからね。100歳になりたい。100歳になりたいの。100歳。そうですか、ずいぶん極端だね。3歳に戻りたくて100歳になりたい。意味わかんないんだけど。生きるんだったら100歳になりたいの。戻れるなら3歳。あ、めちゃくちゃだね。もう大丈夫、もう10歳なれんの。なれる、なれる、はい、10歳は誰にでもなれる。まあね、なれる。じゃああと5時間でね、お誕生日ですね。パパプレゼント買ってきちゃった。え、パパプレゼント買ってきたの？フライングじゃない？明日だよ、誕生日。見る？目閉じて。ニンニクじゃん。パパ自分のためのニンニクじゃん。ひどいね、リミちゃん。いらないよね、ニンニクなんてね。はい、じゃあね、9歳までね、大きく。いい、12時まで起きてる。えー、やめて、明日学校だから。明日も暑いかもしれないし、ちゃんと体力、寝て体力つけないとダメじゃん。今日だってフラフラで帰ってきて、今日やばかったよね、帰ってきた時ね。めっちゃフラフラしてなかった？6時間目の体育は辛いね、やっぱこんな30度近くまで気温が上がるとね。だからやっぱり夜はちゃんと寝ないとダメよ。早めに寝てください、今日も、ね、で、明日ちゃんと元気に10歳のお誕生日を迎えましょう。はい、じゃあ残りあと5時間ぐらい9歳エンジョイしてください。では、バイバイ。バイバイ。